毎度元トップウォータープラッガーのヒロボーです。今回はヘドンルアーヴァンパイアナンバー7500シリーズを紹介したいと思います。後にバンプと言われるルアーです。それでは皆さんよろしくお願いします。1920年カタログに登場したヴァンパイアになります。辞書で調べてみました。ヴァンパイア、失礼しました。意味は吸血鬼みたいです。ラインタイヤ、こういったネジの留め方、そしてリグなんかは作られた年代によって異なります。横から見たところ、上から見たところ、下から見たところ、前から見たところ、後ろから見たところです。トレブルフックの3フックモデルです。特徴はグラスアイです。こちらがヴァンパイアで、こちらがバンプです。ここのネジが一緒に止められてるか一緒に止められてないかの違いになるみたいです。ヴァンパイアにもラインタイは2種類あるみたいです。そして L リグです。 NOL ネームオンリップです。ヘドンドアジャックって書いてあります。こういう感じです。こちらはバンプのルーニーフロッグカラーです。激レアカラーのルーニーフロッグカラーです。かっこいい。横から見たところ、上から見たところ、下から見たところ、前から見たところ、後ろから見たところです。ヘドンバンプって書いてあります。そしてリップにもヘドンドアジャックって書いてあります。ヴァンパイアバンプバンプなんですけども、こちらとこちらはボディの太さがよく似ていて、こっちとこっちはボディの太さが異なります。背中合わせにするとこういう感じで太さが異なっています。こういったサーフェイスリグモデルなんかもあります。特徴は TOE タックペグネイルオンアイです。こういう感じです。そしてヘドンバンプって書いてあります。リップは何も書いてないタイプになります。サーフェイスリグになっています。ヴァンパイアが1920年と21年、ヴァンプが1922年からみたいです。貴重なルアーなんですが、こちらの方は実調で使っているルアーなので、今回は普通に浮き姿勢スイミングテストを行いたいと思います。こちらは使うようなのでフックは書いてあります。浮き姿勢です。割れませんように、こういう感じです。上から見たところです。
どうだったでしょうか。感想などコメントお待ちしています。使うのがもったいない場合は自作ルアーなんかを作るといいかと思います。バンプをお手本にした100均の木材と道具で作るシリーズをまた作成していますのでアップしていきたいと思います。ボディの細さは細い太くなってちょっとまた細くなってるみたいです。それではホームページの方とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴おおきに。